x f に r ダークシャーク、x f に r 1 x f に r ダークシャークはアメリカ海軍向けに製作された実験機でありターボプロップエンジンとターボジェットエンジンの2種類のエンジンを搭載した複合動力機である。本機はライアンエアロノーティカル社が1944年から1945年にかけて開発した 複合動力戦闘機である FR Fireball を、元に、Fireball のライト R-1820、サイクロン空冷星型吸気筒レシプロエンジンを、ゼネラルエレクトリック T31 ターボプロップエンジン、2300軸馬力、13000。RPM 回転時に乾燥し、ハミルトンスタンダード車製4、羽型プロペラブレードとしたもので、 ターボプロップエンジンへの変更により性能は、ファイアーボールに比べて、かなりの改善を見せたが、その時点で、アメリカ海軍は、複合動力戦闘機という概念を諦め、全ジェット動力のターボジェット戦闘機へ移行していた、ため、本機にはほとんど興味を示さなかった。しかし、 当時同様のコンセプトのコンベア XP-81 戦闘機を評価していたアメリカ空軍は本機に多少の興味を示し、ライアン社に XF2R-1 で使用していたゼネラルエレクトリック J31 ターボジェットエンジンをウェスティングハウス J34 ターボジェットエンジン水力 3000LBF へ換装するように依頼した。エンジンを換装した機体には XF に R-2 の形式番号が与えられ、マイナス -2 はマイナス -1 の試作機の主翼前縁にあった空気吸入口を全部胴体側面に設けた中ダクトに変更し、マイナス -1 の試作機を改装して製作された。この改造によってダークシャークの性能は機体通りに向上し、有用な機体であることは認識されたが、本機の開発中にアメリカ空軍は 全ジェット動力機の方が、総合的に見て、性能で優れているとして、戦闘機の、全ジェット化を進めることを決定していたため、XF2R の開発が、試作段階以降へ進むことはなかった。飛行中の XF2R-1 出展、ザ・コンプリートブック・オブ・ファイターズ XF2R-1 のもの。ありがとうございます。